申し訳ないんだけど、君は向いてないんじゃないかな。早く次のページ読ませてよ。仲間たちと住んでるの。おいで。友達連れてきたわよ。私は街の中の片隅で自由という絵の具をいっぱいに塗り広げている人たちと出会った。あ、久美子さん。あら、お客様、コミューン大森へようこそ。繊細で浮いてます。弱くてバカで、はあ、素直で、なるほど、優しくて、また明日ね。逆位置ね。誰かとつながりたい。どこかずるくて、でも温かくて、私の持っていないものをみんな持っている。私の持っているものは何だろう。何か本当に描きたいんなら現実を受け入れないと描けないだろう。誰にも見せたことがない私に出会わせてくれた。ほら、その顔だよ。結局みんな寂しくて行き場がなくなって家族ごっこしてるだけじゃん。傷つけて初めて気づけた。たまみちゃん、久美子さんが。え、急がなくていいんだ。休んだっていいじゃない。おめでとう。